これ iPhone5S でございます。自分のんじゃないということで iPhone5S するということで、じゃあ視聴者なのか。今回カラーは白でございます。白にした理由は金が品薄で金にしたかったですよね。前言ったらここが金、ここも金になってるっていうだけのことなんで、今回はホワイトじゃなくてシルバーということになってるらしいですね。ということでカチッてやると、おお、なるほど、これが iOS7 のレビューはもうもっと詳しく説明している人はいるし、もう別に強いて iPhone5 の人は 5S にする必要ないし、 4S の人はまあちょっともうそろそろっていう人、 4S でもいいんじゃない。 4S あれ小ささといい重さといい、あの 4S ってやっぱりいい機械だよね。だからこれにする人って4だったりとか、もうそろそろ初めて新規でする人とか結構しますからね。この機械高いですから。でまあまあ、そういうレビューはもう、そういうのしません。これっす。これ、超衝撃吸収、光沢バーコード。ハードコートじゃねえか？バーコードピッてやってどうすんだ？これ何がいいってね、スマホってさ、みんなここだけ貼るけど、一番ぶつけて割れるの、ここの角からなんだよね。この側面といいさ、まあ裏側もそうなんだけど、こう落ちるとね、割と面が広いから、そんなに割れない。下に突起物がない限りあんまり割れない。とんがったものがないとね。だから、この本当はこの縁が、だから僕この普通のギルドデザインのバンパーをつけてるわけですよ。ここ縁がある限り、少々ここは突起物がもうパパッと貼っとけば、あとはカバーいらないですよね。で、これはこの1枚面とこの側面、裏面、これ3つが入ってる。画面よ、背面よ、側面よ、まあ、角いけるのかどうかわからないけど、信頼と実績の25年ですよ。自分のだと1時間ぐらいかけるのに、自分が使わないと思うとものすごい雑でも綺麗という。これでここも貼れました。ここぐるりこう、ここワンカット、でこの間がワンカットあって、ここがここまであります。でね、でここは このイヤホンジャックの部分のここまでと、それからこのスピーカーマイクのところ、からライトニングケーブルのとこからここまでの部分と、でここはもうこの SIM の入れるところは塞いじゃいますね。で、あとこの部分、上のカメラ以外の部分、そして Apple のこの後ろの背面、そしてこの下の部分というのは3つに分かれている。で、表面はホームボタンとフロントカメラのとこだけで、あとは1枚分と。これで硬いですよと、立ってるわけでございます。これでシールが完成するわけでございます。これがいいわけですね。フォルム的にこのまま本当は使いたいんですけどね、やっぱり iPhone4 なんかも、まあ、表面ガラス、裏もガラスでしょ。でなるとやっぱりこう、Xperia なんかは僕そのままシールだけで貼ってるんですよ。横貼ったけど取れたけどね。Xperia なんかは本当に綺麗な、 Z 出るんで Z 欲しいんですけどね、綺麗な本当に感じはそのまま使いたい。これも表面なんかもね、もちろんコーティングされてますからね。もうこれもこうなりますから、カサカサコートでございますけども、これも全然衝撃には吸収しませんし、衝撃だとグジューってなりますからね。この水にも弱い、防水、ノー防水でございます。電話もかかりません。インターネットもできません。こういうのを買ってきました。こういうの、これバンド、わかんない。これだからこのちゃんとこうゴムで、 iPhone とかストラップないですから、入ってるのはこういうフック、それからその本体ね、それからこれは何に使うんだろう、なんかパチッてこう止めるやつですよね。この3つだけ、ゴムは結構こう伸びる、それをこう伸ばしていくんでしょうかね。これちょっと伸ばしてよいしょ。まあちなみに僕のパンツ履いてますけどね、パンツ履いてるんで、ライトニングケーブル刺すときはパンツをずらしてからの挿入となっております。ソフトバンク家族と一緒に、何ですかそれ、はい、残念なお知らせで言うと、パツパツにしようとするとかなり上まで行っちゃうので、若干ホームボタン切れちゃいますね。ただでもこのフック、まあしかもゴムきついですから、少々落ちることはないです。なのでこうやってフックね、こういう風にこんなとこかけて十分使えますし、でこういうかけるなんかも十分使えますよ。まあここでまあじゃらじゃらストラップつけるもよし、ここがね、下がねちゃうと画面ちょっとかぶるんで、ほんとちょっと押しにくい感じになるんで、こういうのが好きな人向けですね。バンドバンドでした。バンド